こんにちは、ハイズラボです。この出る XPS13 なんですが、平常時は75度、負担をかけると90度を超えてしまい、処理がだいぶ薄くなってしまっている状態です。このまま放っておくと CPU 本体やマザーボードに負担をかけてしまい、故障の原因となりますので、今回は CPU グリス塗り替えをしていきたいと思います。それでは作業の方を進めてまいりましょう。パソコン本体底面に9箇所ネジがありますので、まず周りの8箇所を星型ドライバーで外していきましょう。中央の蓋を開くとプラスのネジが止まっています。これをプラスドライバーで外していきましょう。ネジを外したら次はカバーを取っていきます。カバーは無理やり外そうとせずに、ピックなどを使ってゆっくり外していきましょう。無理やり引っ張ってしまうと爪を折ってしまい、大変なことになります。カバーを外し終えたら、まずはバッテリーのコネクターを外します。ピンセットなどを使いゆっくり外していきましょう。このモデルはヒートパイプとファンが独立しているため、ヒートパイプだけ取れば大丈夫です。 CPU のところにネジが4箇所止まっているので、プラスドライバーを使って取り外していきましょう。ヒートパイプは軽く持ち上げるだけで外れます。ヒートパイプを取り外してみると、グリスが完全に乾燥していました。まずは CPU についている古いグリスをエタノールやアルコール入りのウェットティッシュで拭き取っていきます。グリスがあまりにも乾燥しているせいか、拭き取るというよりかはグリスを剥がしていくという形になってしまいました。ヒートパイプの方についている古いグリスもエタノールやアルコール入りのウェットティッシュで拭き取るというよりかは剥がしていきます。CPU のグリスにもいろんな種類がありますが、今回はクマさんのグリスを使います。 CPU の銀色の部分に新しいグリスを豆粒程度つけます。専用のヘラを使って薄く均等に塗っていきます。きれいに塗り終えたらヒートパイプを戻していきます。カバーで蓋を閉めてしまう前にバッテリーのコネクタを挿しておきましょう。あとはカバーを戻してネジを9箇所止めてください。
これで完了です。それでは実際に温度が下がっているか確かめてみましょう。専用のソフトを使って温度を見てみると、平常時がだいたい65度から70度、負荷をかけるとピーク時が85度ぐらいになりますが、だいたい75度前後になりました。グリス塗り替え前と比べるとマイナス10度から20度ぐらい温度を下げることができました。正直マイナス5度ぐらい温度が下がればいいかなと思っていたのですが、こんなにも温度が下がるとは思ってもいなかったので嬉しい結果となりました。なので CPU の温度が高くて困っているという方は CPU のグリスを塗り替えしてみるといいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。